焼きハマグリって焼くときにね、いろいろね、難しかったりするんです。ぜひね、バーベキューの時も汁まで全部ね、美味しく召し上がれます。はい、おはようございます、ブタローです。本日はですね、焼きハマグリです。焼きハマグリって焼くときにね、開くと汁が出ちゃったりとか、焼き加減がわからなかったりとか、いろいろね、難しかったりするんです。今日はね、手軽に簡単に美味しく焼きハマグリをつけれる焼き方をご紹介しますので、ぜひね、動画の最後までご覧ください。はい、本日ご紹介するハマグリがこちら、茨城県の鹿島で水揚げされましたハマグリでございます。で、グラム測ったところ 163g ありました。で、この中もね、身がね、たっぷり詰まっている非常に綺麗なハマグリですよね。こちらのハマグリをね、シンプルに焼きハマグリでスープまで飲み干したいと思います。それではね、早速焼いていきたいと思います。はい、まずね、ハマグリなんですが、海水ついてますんで、しっかりとね、水洗いをしてください。汚れがね、ついてますんで、しっかりね、水洗いしてください。ね、たわし等で、しっかりと汚れを取ってください。はい、ね、アルミをまあ、適当にこのぐらいの大きさで切りましたら、ハマグリをですね、こちらに、上よりも、真ん中よりもちょっと上のところにね、置きます。で、ハマグリを包んでいきます。で、包んだ時に、ね、こう一回、あんまりきつく締めないように、ふわっとね、ふわっと閉じてあげてください。で、横はしっかりと二重で閉じます。こんな感じかな。こんな形でね、ハマグリを包みます。ホイールに包みます。で、今からこちらの台を使って焼くんですが、ハマグリね、これ一重だと火でね、このアルミが焼けてしまって落ちてしまう場合があるので、一回アルミをですね、網の上に二重でね、敷いてあげます。はい、じゃあ火つけます。で、火は中火で、できるだけここをふわっとさせて、火は中火でね、通していきます。あ、で、ほら、湯気が出てきましたね。だいぶね、湯気が出てきました。もうちょっとですね、もうちょっと。だいぶね、泡が出てきました。で、この間隔がですね、この間隔がだんだんね、短くなっていきます。開きましたね。これが今ちょうどね、レアの状態です。レアの状態ですので、この状態まで来たらお好みの火加減まで蒸し焼きにしていってほしいんですけど、ここでもうちょっと、蒸し焼きにするために、一回ね、上からさらにね、アルミで覆ってあげます。ちょっと蒸し焼きになります。で、どうですかね、お好みにもよりますけど、だいたいね、1分から2分ぐらい蒸し焼きにして、ね、レアぐらいが美味しいんで、まあ、あとはお好みですけど、火を通していってください。こんな感じですかね、ちょうどね、いい感じの。はい、火を止めます。はい、できました。焼きハマグリの完成。はい、ということでね、今日ハマグリ焼いてみましたけど、ぜひね、バーベキューの時も今みたくね、アルミホイルで巻いてやりますと、汁まで全部ね、美味しく召し上がれますし、ふっくらできますんで、ぜひね、試してみてください。最後までありがとうございました。太郎でした。ナイス。